こんにちは、夢中ピアノ、玉名です。今日は基本的な指の形、手の形のお話です。こんな形で弾いてください。関節の全部が少しずつ曲がっているような感じ、こんな感じです。全部の関節が曲がっていて、で、手首はこんなになったり、もちろんこんなになっちゃってはいなくて、少しこれぐらいの感じですね。こんな手で弾くのが理想的だと思います。もちろん曲を弾いてる間にはこうなったりこうなったりこんなになったりすることもありますが、この形になっていることが理想です。早速指の形のことを考えてみます。基本の手の形、よく卵を握るような形なんて言いますが、卵の形というよりは、優しい怪獣がガオと来た手で弾いてみましょう。この優しい怪獣はそんなに力をガッと入れているわけではないですが、ある程度の力は入れてください。そしてそのまま鍵盤に手を置いてみます。それぞれの鍵盤一つ一つに指が置かさるようにしてみます。指を軽く鍵盤の上に乗せて滑らせてみます。スルスルスルッと動くということは、それぞれの指の圧力が鍵盤に均等にかかっているような状態になっているはずです。指が触れる面が平らなわけですね。粒の揃った音が出せるはずです。さあやってみましょう。この今弾いた指の鍵盤に当たる面です。先ほどのガオ怪獣の手の時に、爪の先っぽのお肉のプニプニしたところが鍵盤に当たるようにしましょう。丸くしてねと言ってもこんな風になっていて、指の番号でいうところの1,2,3,4,5 の指の2,3,4 は丸まっていますが、1番と5番は伸びているようなこんな状態。そうすると弾いているうちに1番や5番が寝ているので、そちらにつられて指全体が寝てしまうことになります。この辺りで弾いちゃうことになってしまいますね。1番の指に関してはこんなところで弾いてしまうお子さんがいることがあります。5番の指もここで弾いたりしてますね。ここじゃなくってここです。少なくてもこの辺で弾いてみてください。そうすれば指全体が沈み込んでしまうこともなく、優しい怪獣の手をキープできます。なるはずです。ブルグミューラーのアラベスク、これを弾いてる時にってなったりってなったりしています。その弾けない一番主な原因はやはり5番の指です。5番の指がクッと立ち上がって弾いてさえいれば、他の指がぺちゃんこになる心配もないと思います。それにはやはり5番の指がちゃんとこの形で鳴るようになっていなければなりません。ある程度の指の力も必要です。そのためにハノンの練習やスケールの練習、これが不可欠になってきます。